ニット電工の高崎でございます。最初に15年度の業績結果のご報告でございます。売上高は7930億円、営業利益は1000飛び23億円でございました。2期連続して営業利益の1000億円を達成することができました。次に16年度の計画でございます。売上高は7700億円、営業利益は900億円と計画いたしました。16年度は経済の減速が予想され、従来以上に不透明な環境にございます。為替も想定以上の円高で推移しております。これに対応するため強い危機感を持ってグループ一丸となってこの計画を達成してまいります。続いて中期経営計画日東2018についてご説明いたします。今年発表の日東2018は2016年から3カ年の計画となっております。いよいよ2018年10月の当社創業100周年の計画が視野に入ってまいりました。私はこの3カ年を2019年以降の日東ニューセンチュリーを迎えるための衣替えを終えるべき時期と考えております。このため事業ポートフォリオの変革を加速してまいります。数値目標でございますが、2018年度に売上高は9100億円、営業利益は1300億円を達成する計画でございます。変化の激しいエレクトロニクス業界ですが、高シェアを維持しながら事業自体が大きく変化しようとしている自動車や新しい技術が実用化されていく医薬等で成長を図ってまいります。特に環境のグリーン、新エネルギーのクリーン、ライフサイエンスのファインでは新規事業創出を強化してまいります。投資計画ですが、3年間で合計3500億円を設定いたしました。1900億円 M&A や環境関連など戦略投資枠としての1600億円という内訳の内容でございます。これらは成長の原動力となる製品および事業をバルーンで表しております。縦軸に GNT、 これはグローバルニッチトップ製品、 ANT、 これはエリアニッチトップ製品を表しております。横軸、これはグリーン、クリーン、ファインの領域を示しております。まず皆様の関心が高く、業績への影響も大きい情報機能材料についてお話しください。まずスマホにつきましては、やはりまだ生産調整が続いております。第一四半期、4、6でございますけれども、依然としてその影響を受けているというのが実態でございます。テレビにつきましては、これもやはり中国のですね、パネルメーカーが依然として増産を続けております。そういうことで、まだ、在庫がですね、非常に溜まっている状況であるというふうに認識をしております。薄くて低収縮といった新型変更版の特徴が、ロールトゥーパネルや特許戦略と三位一体となって、拡大していくことが期待されていると思うんですが、去年の秋ぐらいからですね、後半から新型の変更版を大型のテレビにもご採用いただくことになって、実績はついてきております。販売戦略としてはですね、世界一薄いというこの新型の変更版ですね、この価値を認めていただけるお客様にはですね、販売していくと、このスタンスは全く変わっておりません。でさらにこの新型にもですね、磨きをかける、さらに進化させていくということですね。
わかりました。それでは続きまして、何かと話題になっている有機EL のパネルについてお伺いします。まあ、有機EL OLED ってこう呼ばれておりますけども、 OLED になってもですね、我々のその世界一薄いこの偏光板、これをベースとした表面には反射防止機能をですね、付加したこの偏光板がまあお使いいただける。黒色の表示につきましても、チップオフというようなレベルの黒色が必要になりますので、設計を作り込んでしっかりとこの特徴を生かしていきたいというふうに思っています。それからもう一つは、やはりフレキシブルになりますとですね、当社が液晶の時から使っていただいているやっぱ ITO のこういうフィルムセンサー方式のですね、こういう蒸着フィルムがね、非常にお役に立てると、まあ、その中で日東の強みをですね、まあ、最大限にそれを生かしていきたいというふうに思っています。我々はここまでですね、スマホにしましてもテレビにしましても、その他のディスプレイにしましても、ナンバーワンのポジションをずっとキープしてきましたのでね、これからOLEDになろうが、まあ、いろんな変化が起きますけれども、今のポジションをキープしながらですね、引き続きまあキャッシュカードのビジネスにしていきたいというふうに考えております。はい、高崎さんが社長就任以降ずっと強調されている事業ポートフォリオの変革について伺いたいと思います。まあ、1990年代からオプトロニクスに軸足を置いてね、弊社は成長してまいりました。しかしこれからはですね、次の成長を考えたときに、環境のグリーンとか、それから新エネルギーのクリーン、そしてライフサイエンスのファイン、このグリーン、クリーン、ファインの領域で新しいビジネスをですね、どんどん立ち上げていきたいなというふうに考えております。もちろん社内の技術から出していくっていうのもそうなんですけども、社外の、まあ、企業とも連携をしながらですね、いろんなものを、技術もマーケットもいろいろ融合させながら、スピードを上げて新しい事業を作っていきたいというふうに考えています。はい、わかりました。それではグリーンの紹介からお願いいたします。はい、グリーンという、まず環境関連のところではですね、窓用の、遮熱断熱用のフィルムですね、ペンジェレックスという名前でございます。日本国内ではですね、もう実績がついてきてまいりまして、順調に、まあ、販売の方は進んでおります。海外もですね、結構引き合いが多くなってまいりました。このペンジェレックス、このフィルムはですね、まさに、ニットでいう三新ですね、新製品、新用途、新需要と、見本のようなですね、まあ、形がね、まあ、できつつあると。それでは次にクリーンについてお願いします。クリーンにつきましてはですね、これは去年の8月にリリースさせていただきました新機能ネオジウム磁石というものでございます。これは日東固有のですね、製造方法によりまして、自由度が非常に高い設計ができます。配光を制御することができますので、モーターの性能をですね、従来よりも 20% から 30%トルクを上げることができます。さらにモーターの小型軽量化ということにも、つながって、まいります。次にご紹介するのは、今度組織の融合なんですね。今年はですね、4月から、その自動車事業をさらに発展してさせてですね、トランスポーテーション、輸送機ですね、日本語で言えば輸送機全体ということで、自動車のみならずですね、航空機、それからバス、それから船ですね、まあ、そういったもの、いわゆるまあ産業で輸送機というものをくくってですね、そしてその中で安全とか環境とか快適性とかデザイン性とかですね、そういったところのテーマをですね、新しく作っていこうと、そういう取り組みもスタートいたしました。はい、しんがりを務めるファインライフサイエンスについて伺いたいと思います。はい、メディカル事業部、非常に好調になってまいりました。拡散医薬の受託製造、これの受注拡大、これがもう最大のポイントと言えると思います。新薬を生み出せる可能性が非常に高いということで、今世界的に動きが活発になってきております。すでに臨床試験に入っているものもございますし、流れが非常に拡散医薬の方に来てるなというふうに実感しています。
実は3日前にリリースいたしました新しいですね経費吸収型のテープのですね紹介をねしたいなというふうに思っています。高分子の薬品も皮膚から吸収することが可能になりました。日東が保有するですねパスポートシステムというか新しいどういう技術なんですね、まあ、皮膚の表面にですね穴を開けます。で安全にかつそのちっちゃな穴を開けてその穴の上からですね粘着剤の中に薬を入れた粘着テープを、貼ってですね、中に浸透させていくというやり方なんです。これから製薬会社さんとの提供というのはね増えていくではないかなという思いますし、まあ、ぜひそういうふうに展開をしていきたいと考えています。分子標的ドラッグデリバリーシステムのプログラム全体の戦略についてお話しください。すでに現行事業部で、スタートしているのが、核酸薬のプロセス材料とそれから自宅製造なんですけど、日東電工としては初めてで世界でも初めての創薬を作るということにチャレンジしていくということです。どんなところを狙ってるのかっていうことになるんですけど、例えば肝硬変、腺症ですね、それからさらには悪性の疾患でもうすぐに治さないと、本当にこれも致命傷になるという病気もあると思うんですけど、これ悪性のがんなんですけど、そういうものに対して我々はターゲットしているということであります。日東電工としては単独でフェーズ 2B までやれるということなんですけれども、フェーズ3の次の大きさとかいろんなことを考えて製薬会社の方と組む可能性もあります。技術プラットフォームは日東電工しっかり持ってるんですけれども、やっぱり我々としては、世界中にネットワークをたくさん持っていまして、それで日欧米の肝臓疾患のトップレベルの方々、まあ、KOL というんですけど、それから知見展開能力のあるコンサルティング会社、それからシーズをより深く行くために、まあ、日本では北海道大学、それからアメリカでは UCSD というところと組んでやっていまして、そういうハイレベルなネットワークを組んでいます。繊維症に関してはですね、非常にアンメットニーズが高いものが肺繊維症でして、で人口的にも多分肝硬変の4分の1ぐらいの大きさでかなり大きいものがありまして、これにチャレンジする予定です。社長の話にありましたように、我々としてはグリーンクリーンファインの中の特にファイン、ナノレベルのナノメーターレベルのその医療に対することをやっていくので、これをもうハイスピードでビジネスモードいろんなことを考えて三本柱の一つにするように育てていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。それではここから再び高崎さんとの対話に戻りたいと思います。株主還元を含むキャッシュの使い道についての考え方をご説明ください。はい、まあ、当社のキャッシュの使い方の、まあ、優先順位は1番に、研究開発設備投資、2番目が配当、3番目が M&A であり、まあ、4番目にですね、この自社株買いという、この、まあ、優先順位は、ね、変えておりません。配当につきましてはですね、安定配当ということを基本としておりますので、配当成功は 25% から 30% を目安にしております。2015年度は初期計画の年間120円をですね140円に増配をさせていただきました。2016年も140円を計画しております。それでは最後に何か皆様へのメッセージがあればお願いします。あと2年後2018年、当社は創立100周年を迎えます。でこの新しい100周年の次をですね、私は日東ニューセンチュリー、こう呼ぼうと言って今社員に言ってます。新しい世紀ですね、100年を超えて新しい101年からニューセンチュリーだと言っております。特に大事にしているのは融合です。三振で、ITO フィルムと窓用のフィルムが同じ技術ですよということも申し上げました。技術の融合、それから、事業のマーケット、それから組織もですね融合していくことによって、いろんなチャンスが、当社には生まれてくると。今年の3月、大阪の茨木市ですね、元あった本社のところに、大きな研究所を
を作りました。これイノバスという名前でですね、でここは単なる研究開発だけではなくて、グローバルな人材育成と、両方ですね、これも融合なんですけども、そういった、施設を作りまして、3月から、グランドオープンいたしました。今日ご紹介しているような新しいグリーンクリーンファインの、領域で、どんどん新しい開発多軸展開をですね、していって企業価値向上に努めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。